皆さんこんにちは、シューチャンネルです。撮影日が2022年12月26日ということで、本日は JR 九州筑肥線では珍しい行き先、筑前深井駅について取り上げていきます。 JR 九州筑肥線の行き先は筑前前原、西唐津、唐津なんですが、夕方ラッシュ時になると筑前深井駅があります。でも筑前深井駅は103系1500番台がやってるので、福岡空港駅始発の筑前深井駅は1本しかないので珍しいです。もうすぐその列車が来るので待ちましょう。筑前深井駅が来ました。充当車両はまさかの少数派303系です。さあ次は筑前前原ということで、筑前深井駅は前原から3駅です。ご乗車ありがとうございます。まもなく筑前前原、筑前前原です。いなくどうぞ。次は筑前深井駅なんですが、到着した後どうなるか気になりますよね。多分折り返しで福岡空港行きになると思いますが。筑前深井駅に到着しました。折り返しの行き先はまさかの筑前前原行きでした。それじゃあ一度改札を出て筑前前原行き列車に乗ります。あれは305系です。さっき乗ってきた筑前深井駅は305系が合格率で充当されるんですよ。それで確率が低い303系が充当されるなんて、私運良くない。しれっと303系と並びましたね。みんなはどちらの車両が好きかな？
この列車は筑前前原行きです。次は三木山、三木山です。車内はトイレも含め常に禁煙です。混雑時にはリュックサックは手に持っていただくなど、周囲のお客様にご配慮くださいますようお願いいたします。 This train is bound for 筑前前原行き。 The next station is 三木山。再び筑前前原駅にやってきました。行き先表示器がまだ変化ありませんね。実はこれ、車内を点検してるんです。落とし物とかがないか点検して、福岡空港行きになって再び営業です。
これで本日の動画は以上となります。ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。つまり、京葉線新駅、幕張豊砂駅開業の日です。4時20分になったので、間もなくシャッターが開く。出発式を執り行います。